木下正道は福井県大野市生まれの作曲家、ミュージシャン。中学、高校時代はハードロックやヘビーメタルバンドで活動。作曲は独学で学ぶ。東京学芸大学で音楽を学ぶ傍ら、フリージャズやアメリカ実験音楽をハントする集団即興も試みる。その後、お笑いバンドへ転校するなど、独自の多彩な活動を展開。一方で、 2001年度、竹光通る作曲商船外加作、平成14年度文化庁舞台、芸術創作奨励賞加作、2003年度元王と作曲新人賞入選を果たすなど、現代音楽シーンにおいても高い評価を得ている。比較的ソフトな音色を体積させるのが得意であり、オーケストラ曲ではチューバからすべての音色が立ち上がってくるような錯覚を与える。 近年では厳格な音選択にも興味を持っており、弦楽三十層の偉いでは、各楽器にあらかじめピッチが当てがわれ、ほとんどの瞬間で、禁欲的に緩やかな反復が行われるのみである。その一方、バンド活動では、弱音などもってのほかという態度で、音素材の編集が行われており、現時点では各、メディアごとに違った様式で成熟するのを良しとしている。 水の記憶を失った海の子供たちアイリコーダーと尺八のための作品。双子素数相手音量による移植作品。編成、バリトン1、チューバ1。テキストは、100人一種から3番か、11番か、39番か、59番か、71番かを使用。書物との絆1女性合唱赤月による移植作品。石を積む。 ツーバリトン無伴奏読賞曲。松平隆の CD、歌方に収録されている。水の記憶を失った海の子供たち2、タンブッコパーカッションアンサンブルによる移植作品。書物との絆212世のボーカルアンサンブルのための作品。書物との絆3セ性合唱とピアノのための作品。2012年12月23日。 成形大学混成合唱団第48回定期演奏会で初演。双子素数愛 b t ンデュオによる異色作品。編成、バリトン1、チューバ1。双子素数愛で使用しなかった2つの短歌に作曲。テキストは百人一首から41番歌、17番歌を使用。灰の上の眠りセブン2013年6月3日、愛知県名古屋市。 スタジオ春にて初演。編成、トランペット1、バイオリン1、コントラバス1、ピアノ1、エリップス、アイピアノ独奏曲。2013年6月8日、両国モンテンホールで初演。水の記憶を失った海の子供たち法2代のハープのための作品。2013年12月8日、ファルファーレにより初演。眠ること、鳥が滑空するように、 セブン2014年4月6日、東京私的演奏協会により初演。編成、リコーダー1、チューバ1、ギター1。ありがとうございます。